2020年東京五輪パラリンピックに向け、東京都は9日、東京を世界に発信するためのブランドロゴを&東京に決めたと発表した。海外向けに CM を流すなどして、イメージアップを図り、観光誘致などにつなげる考え。ロゴは、米ニューヨークの観光キャンペーン用ロゴに倣って作成した。デザインは、5月中旬に完成したが、その後、五輪エンブレムの盗用疑惑が浮上。似たデザインがないかなどのチェックに約2ヶ月かかり、発表が遅れた。制作費は1億3000万円。CM やポスターを作成し、ロゴを国内外にアピールするほか、企業や商品名などと自由に組み合わせ、誰もが無償で使えるような展開を見込んでいる。商業利用の場合は、都への申請が必要で、16日から活用例のアイデアを募集し、知名度の向上を図る。